はい、どうも、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ボドカです。今回はですね、初実況ということで、前々から実況したい、実況したいって言ってたんですけど、コメントでも、詳細文でもずっとやるやる詐欺をしてたんですけども、ついに、録画する機会が揃ったので、実況してみたいと思いまーす。はい。じゃあね、やっていきたいと思うんですけど、何のモードにしよっかな。記念すべき第1回。僕の初めて上げた動画がフリーフォールだったので、今回は新たな旅立ちということで、フリーフォール行ってみましょうかね。大丈夫かな？あ！ UAV 入れてないじゃん。これはまずい。ラッシュ。フリーフォール。ラッシュか。キャリアとかが良かった。キャリアスタンドオフとか、そこら辺が良かったですね。もう結構負けてるし、18点差からさすがに追いつける気はしないんですけど、どうすか？自分の力を信じてみるか？どうですか？ああ！いやー、ダメよ、ダメよ。ハンドガンで確実に、確実に、確実に。いいっすね。やばい。これ普通に負けるやつやん。こっから勝てるとも思ってないですけど。よし。よしよしよし。さあ、どこにいるかな？やばいやばいやばい。いやー、緊張してますね、なんか。俺自身が。いつもはこんなんじゃないんですよ。いや、ちょっと、やばいっすね。普通に負けると思う、これは。これは普通に負けそう。負けても、次の試合飛びますか。次の試合も、やるって感じで。待てよ、これ、セントリー。こいつら何をやってたんや。ここにね、やっぱね、ラッシュは、いるのが、一番強いんじゃないかな。本当に。これはね、冗談抜きで。ここが、ベストなポジションな気がしますね。10キル。やばいな。お、戦ってる。よし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 。分かってる。いやー、マジか。よしよし、まだこっちが。あ、違った。違った。普通にマップの。こんなに固まるもんなんすか？まだいるやろ。まだいるやろ。こっち側にリスするはずやろ。ですよね。やばいやばいやばい。今のをやれたらかっこよかったのに。やば。ナイス。いやー、あれっすね、なんか。やっぱり、フリフォー、そこまで、なんていうかな、スナイパーにこだわらずに、一発外したらハンドガン使う感じで最初練習してた方がいいと思いますね、僕は。僕も実際そうして、よくボイチャとかに、こいつハンドガンばっか盗んだじゃねえかとか言われてた。誰でも最初はそういう時あるんで、そっちの方がいいんじゃないですか。使い分けるってのがね、このゲーム重要になってくるんで。顔出せ？顔出せ？後ろか？来るか？来ない？待って。スナイパー何やってんの？いるよな。 いるよな。顔出して。頼む。それから自分でセントリーに死にに行くか。違う。お前。待てよ。29キルであいつは何を止まってるんや。大丈夫？なるほどね。ここでセントリーが当たらないから、セントリーの当たらないとこでって感じか。いやー、普通に負けた。いや、でも割と追いついたんじゃないですか、これは。18やろ？で、めっちゃ追いついてるやん。12キル1位がする間に僕19キルしたんで、割と。次で勝ちましょう、しっかり。しっかり勝って終わりましょう、この試合は。この試合？このロービー？いやー、どうすかね？ちゃんと喋れてますかね、僕。488。いや、強いっすね、この部屋の人。300台が2人いるんで。やっぱスナイパーでフリーフォールのは、フリーフォールで SPM 上げるにはスナイパーが一番リス狩りとか、そういうので割とできるんで、いいと思うんですけど。サブマとかだったら全然300台とか。400台いったらめっちゃ強い人っすね。
スナイパーはやっぱり500台は500台いってる人やったらめっちゃバン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 当てる人で、400台後半の僕みたいなやつはどうなんでしょうね。まあ割とフリフォーやり込んでる人で慣れてくると400台前半、300台後半になってくるんじゃないですか、スナイパー使って。僕もね、最初このアカウント作った時フリフォーやるって7試合くらいめちゃめちゃ調子よくて、3分前半くらいで終わってて、あー神戸ここあんまやりたくないな。ここも端っこ端っこで固まっちゃうマップなんでね。いやー負けそう、これはやばい。そう、それで SPM がその当時7試合くらい、その 8、9、10くらいでめっちゃ落ちたんですけど、それまで625かな、めっちゃあって、自分でもやべえ俺やべえみたいな感じよ。フリーフォロー、さあやっていきましょう。うん、ちゃんとロビーもマックスでいるし、3分台で終わらせたらベストやけど、さすがに無理かな、このマップあんまやってないんだよね。いやー幸先悪くもない良くも。あーやばい、スタン投げて、あ出た、パッチ後特有のコッキングができない、できてない現象。さあこっちから来るでしょ、来ない来ない、やめて。まだいけるやろ、こっちから来る、うおマジでこれ結構普通にやばいやつじゃない。反射、反射やめて。おう、ごめんよ。いやー敵がいっぱい来ちゃうとさすがにあんなに一気には処理できない。あーやばい、あやばい、ここ弱いね、水入っちゃうから弱いね、めっちゃ弱いね、めっちゃ弱いね、やめて。いやこっち来て、オッケー、ごめんオッケーオッケー。マジさすがに見てるか、ずっとここにいるし。さあ反対側になっちゃう、オッケー、おいでう、なんか投げてきた、なんか投げてきよったこいつじゃないのかな、ドイツかな、あやばい、こいつっぽいな。よしこっから湧いてくれ、こっから湧こう、君たちは、あれ来た、やばいっすね、こっちですよ。いやマジでサプレッサー DSR とか珍しいもん。いややっぱこのスナイパー反射めっちゃ出る、僕がちゃんと上半身に当てれてないだけなんですけど、勝ちたい、さすがに勝ちたい。いるか、お、いる。オッケー、こっちにおいで。え、いや待って、反射マンやな今日、めっちゃ反射マンやけど。オーマイガー、やばいな、普通に負けそう。1キルで逃げ切れるかな、今の当たってない、あやばい、あやばい、ミスった。これでお前は本当に600台前半の625という数字を出していたのかっていう、ふん、頼む、キルさして、お前が、あーブレブレ、イエーイ、いいよ。お、コラテラル？マジで？うわマジか、コラテラルやったら5オンコースやったのに。フリフォでコラテラルとかめっちゃ珍しいですからね。コラテラルっていうのは、なんやろ、コラテラル？ん？無意識で使ってるけどどういう意味なの？ 2-in-1 って意味で僕は使ってるんですけど、 3-in-1 コラテラルっていうのはコラテラルやから、あれか、何枚抜きっていう感じ。ふん、頼む、いいよ、お願い、MP7 ジャパンくん。あ、僕は、あ、やめて。ちょっと待って、これ結構さ、
お前が辛いよな。いやめっちゃ外す。やっぱしゃべりながらやるとめっちゃエイムぐだるな。やばい、どんだけ反射出んねん。やばすぎ、一発で死ななすぎです。こいつはハンドガンで的確に。オッケー、お、勝てそう。あっとごっきる、あっとごっきる、あっとごっきる、あっとごっきる。さあこっちから来るのか。どっちから来てもいいよ。どっちから来ても。こっちから。やばい、4キロ追いつかれた。あかん、あと何キルとか言ってやってると毎回失敗する。あと3、あと2、あと2キル。へえ、あと2キル、あと2キル。どこにいる、どこにいる、どこにいる。こっち、こっちから来て。頼む頼む頼む、お願いお願い。来てる来てる来てる。オッケー、最後はスナイパーでかっこよく決めたい、かっこよく決めたい。オッケー、勝てましたね。よかったよかった、ほんまよかったわ。初めての実況で負け黒星なんて作りたくなかった。てか動画で負け動画なんてあげたくない。いいっすね。はぁ、あ、よかったマジで勝てて。30キル20です。15までに抑えたかったけど。はい、ということで、初実況今回は2試合やりましたけど、まあこれからは多分1試合になると思うんで、もうちょっと動画は短いと思うんですけど、今回何分かな、ちょっと見れないんですけど、まあこんなもんで今日は終わっときたいと思います。今日 UAV なかったのがちょっとあれでしたね。敵を見つけにくい原因だったのかな。やっぱオービタルまで行けば1試合が取れるんじゃないでしょうか。まあ今度フリーフォールとか上げる動画、フリーフォール狙う動画とかも実況付きでやっていきたいと思うんで、まあよかったら見てください。というわけで、初実況いかがでしたでしょうか。まあ次回もご視聴よろしくお願いします。というわけで、ボドカーでした。